エフゲニア・アルマノブナ・メドベージェワは、ロシアのフィギュアスケート選手。なお、聖は、メドベデワと表記されることもある。愛称はジェーニャ。主要な戦績として、2018年ピョンチャンオリンピック銀メダル、世界選手権2連覇、欧州選手権2連覇、グランプリファイナル2連覇、2015年、世界ジュニア選手権優勝。ロシア選手権2連覇など、 世界ランキング最高位1位。世界記録は2016年から10度にわたって更新している。アルメニア人の父親と元フィギュアスケーターのロシア人の母親の間にモスクワで生まれたが、両親は離婚したため、母親の下で育てられた。2017年9月、選手としては三ン70所属のまま、ロシア国立体育、スポーツ、青年、 観光大学に進学した。この頃の時点で SNS への興味がなくなっていたが、家族や趣味のための時間が増えたため、良いことだとしている。できるだけ長く競技生活を続けることが目標。樋口若葉とは、お菓子などのお土産を送り合うほど仲がいい。日本のアニメをモチーフにしたおもちゃが好きで、宮崎駿の映画がお気に入りである。特に、美少女戦士。 セーラームーンの大ファンであり、2016年世界選手権、演技後のインタビューで、日本のテレビ局と知ると、日本のファンを喜ばせたいと述べ、同作品の主題歌、ムーンライト伝説の日本語の歌詞を朗読、披露したことがある。さらには2016年のドリーム・オン・アイスにて、セーラームーンのコスプレで演技を披露。原作者の竹内直子とも対面を果たした。 2022年6月に開催予定のセーラームーン初のアイスショープリズムオンアイスでは主演のセーラームーン役を務める。2019年には同僚のアリーナザギトアと共にスマートフォン向け RPG マギアレコード魔法少女ドかマギカ外伝のテレビ CM にも出演。メドベージェワは明美穂村役として金目ドかと再会するシーンをスケーティングで表現していた。 フィギュアスケートアニメの有利。オンアイスは、2021年には在ロシア日本国大使館がメドベージェワの協力を得て、インスタグラムに日本のイメージ向上を図る写真とメッセージを投稿してもらう取り組みを行い、私にとって日本は別世界。すべてが時計のように動き、それが何よりもお気に入り。 人々はとても責任感がありますとインスタグラムに京都訪問時に舞コの格好をした写真をつけてコメントした。アクセルを除く5種類の3回転ジャンプをこなす。コンビネーションジャンプは3回転フリップマイナス3回転トーループや3回転サルコーマイナス3回転トーループなどをプログラムで使用している。練習では3回から 3t マイナス 3t。 3s-3t-3t、3 s 3 r 3 t 3s-3t-3t-3t、s t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  などのような高難度のコンビネーションジャンプも披露している。ジャンプの際に、片手や両手を上げて飛ぶ他のジャンプを得意としており、高い加点を得ることができる。また、基礎点が1.1倍になる、演技後半にジャンプを多く配置することができるため、これも、 高得点につながっている。特に SP では、すべてのジャンプを後半に飛んでいる。一方で、ルッツジャンプを苦手としており、踏切違反を取られることがあるため、SP では、構成から外している。非常に強靭なメンタルを持ち、試合では常に精神面で安定しているという。アレクセイ・ミーシンは、彼女のジャンプや回転ではなく、持っている自信に驚き感動すると語っている。 3歳の頃に、エレーナ・プロスクリナとリボーフィア・コフレワに指導を受けた。2008年からは、エテリト・トトベリーゼンのチームに加わった。2011から2012シーズンには、ロシア選手権に初出場し8位に入った。世界ジュニア選手権、優勝2013 20、ジュニアグランプリファイナル2014、ジュニアグランプリファイナル2013から2014、シーズン、 ジュニアグランプリシリーズに参戦。リガ杯、バルティック杯と優勝を重ね、ジュニアグランプリファイナルでは、銅メダルを獲得。マリア・ソツコワ、セラフィマ・サハノビッチと共に、ロシア選手で、表彰台を独占した。ロシアジュニア選手権では4位だったが、怪我をしたソツコワの代わりに、世界ジュニア選手権に出場。エレーナ・ラジオノワと、サハノビッチともに、ロシア選手で、 表彰台を独占した。2014から2015シーズン、ジュニアグランプリシリーズは2年連続で2連勝。ジュニアグランプリファイナルでも優勝。ロシア選手権では銅メダルを獲得。世界ジュニア選手権でも優勝し、このシーズン出場したジュニアクラスの試合は全てで金メダルを獲得した。世界選手権2連覇。 無敗の絶対女王へ2015年グランプリファイナル2017世界選手権2015から2016シーズンシニアクラスへ移行こうオンドレネペラトロフィーでシニアの国際大会で初優勝グランプリシリーズに参戦しスケートアメリカで優勝またロステレコム杯では準優勝しグランプリファイナルに進出グランプリファイナルでは自己ベストを大きく更新し 初出場ながら優勝を果たした。ロシア選手権では参考記録ながら234.88をマークし初優勝。欧州選手権でも初出場で優勝した。世界選手権ではフリースケーティングの歴代最高得点となる150.10を記録し、総合得点223.86で優勝した。世界ジュニア選手権で優勝した翌年に、 世界フィギュアスケート選手権を制したのは女子シングル競技史上初となる。2016から2 0 0フランス杯の SP では歴代2位の78.52位を獲得。そして3シーズンぶりにグランプリシリーズ3連勝がかかったグランプリファイナルで2年連続優勝を飾り、SP で ISU 歴代最高得点79.21を獲得した。 欧州選手権で FS で150.79、総合229.71と2つの世界、歴代最高得点を更新しに連覇を達成。世界選手権ではさらに FS で154.40、総合233.41と、再び世界記録を塗り替えに連覇を成し遂げた。世界国別対抗戦では SP で80.85、FS で160.46、 総合241.31と SP、FS、総合のすべてで世界記録を塗り替えた。このシーズンは出場したすべての試合で優勝し、女子シングル競技におけるすべてのレコードホルダーとなった。女王観楽、ピョンチャン五輪銀メダル、ピョンチャンオリンピック2017から2018シーズン、オンドレーネペラトロフィーに手に回転アクセル以外のジャンプをすべて演技後半に配置した。 新構成のプログラムを披露。しかし、オーバーターンなどのミスが出てしまい、思うように点数を伸ばせず、ジャパンオープンにより、元の構成に戻した、あんな華麗になにプログラムを変更した。グランプリシリーズでは、ロステレコム杯、NHK 杯でに連勝を飾るも、それぞれの大会で転倒などのミスが、相次ぎ、わずかなほころびが出始める。その後、診察で宇宙、 足骨骨折が発覚。治療のため3連覇がかかった、グランプリファイナルの欠場を余儀なくされた。続く、ロシア選手権も回復が間に合わず欠場。2ヶ月不利の復帰戦となった欧州選手権で、シニアデビュー後前戦前勝の快進撃を続けていた、同門のアリーナザギトワと、シニア発撃突。SP では2回転アクセルで、ステップアウトしてしまい2位発進。 FS でも予定していた連続ジャンプが単独ジャンプになるなど調子を取り戻せずに、総合でも2位となり、ザギトワに敗北。それまで続いていた個人戦の連勝記録は13連勝でストップし、約2年振りの敗戦となった。ピョンチャンオリンピックはオールの選手として出場。団体戦は SP を滑走し、81.06と世界最高得点をマーク。 オールの団体銀メダル獲得に貢献した。シングルは SP で81.61と、さらに世界最高得点を更新するも、わずか20分後に、ザギトワがさらに上を行く82.92を叩き出し、2発進となる。逆転を狙った FS は、前半の連続ジャンプを演技後半に配置する、構成を発表。しかし、本番では、前半に連続ジャンプを飛び、 その後ミスなく、演技を終えるも得点は156.65で、ザギトワと同点。SP での点差を埋めることができず、総合2となり、涙の銀メダルで幕を閉じた。その後、右足の痛みが再発。医師からの進めによりリベンジ戦となる予定だった、世界選手権は欠場し、1から2ヶ月ほどの休養を取ることになった。休養期間は、地元、 ロシアや日本のテレビ番組に出演したり、アイスショーへ出演していた。しかし、現地時間の5月7日、11年間支持してきた、エテリ・トトベリーゼと決別し、ブライアン・オーサーへコーチを変更し、カナダへ拠点を移すことを発表。指定関係の解消や、ライバル国への移籍は、ロシア国内をはじめ世界中に衝撃が走った。拠点変更と低迷。 そして復活へ2018から2019シーズン、SP ではそれまでのイメージを一新する明るい曲調のプログラムを作成し、FS も兼ねてより希望していたジャズタンゴに挑戦することを明かした。また、苦手としていたルッツを SP から組み込む構成を発表した。初戦となったオータムクラシックでルッツが踏切違反の判定を受けながらも SP を首位で折り返す。 しかし、FS で転倒などのミスが、相次ぎ、プレーリテネルに敗れて、準優勝となった。スケートカナダは連続ジャンプで失敗し、7位と大幅に出遅れてしまう。その後の FS で巻き返し、総合3位となるもファイナル進出に、黄色信号が灯った。グランプリシリーズ最終戦となる、フランス国際で優勝、もしくは2位なら、他選手と点数勝負で、 ファイナル進出という厳しい状況の中で挑み、SP は3位につけるも巻き返しを狙った FS では、いくつかのミスが見られ4位。ジュニアデビュー以降、自身初の国際大会の表彰台落ちとなり、ファイナル出場も逃した。ロシア選手権は SP を新プログラムにして挑んだが、コンビネーションジャンプの抜けとジャンプの転倒で14位と、大きく出遅れたのが響き。 FS での巻き返しも虚しく総合7位に終わり3年連続で出場していた欧州選手権は補欠に回された。世界選手権のロシア女子シングル代表3枠の争いは欧州選手権で優勝したソフィア・サモドロは同選手権とグランプリファイナルで不調ながら銀メダルを獲得したザギトワの2人がほぼ内定となり実質的に残り1枠を争う厳しい戦いとなった。 最終決戦となるロシアハイファイナルは、グランプリーファイナルで銅メダルを獲得し、復調の兆しを見せていた元世界女王のエリザベータ、トゥクタミシェワと一騎打ちとなったが、3回転アクセルを失敗したトゥクタミシェワを1.71差で上回り、金差で勝利をつかみ取った。代表3人目は、どちらが選ばれるのか、世界中から注目を集めたが、ロシアスケート連盟は、 まさかのスタニスラはコンスタンチノワを選出。ただし、ロシア選手権後に十分な議論を行う時間はなかった。オーダーは世界選手権前に変更できるとした。その後、同連盟の工事評議会の投票により、27人中19人がメドベージェワを押したと地元紙が報じ、コンスタンチノワと入れ替わりでメドベージェワが選出された。迎えた世界選手権。 SP を74.23点の4位で折り返すと、FS は太ももの怪我の痛みを抑えながらも、今までの不振を払拭する完璧な演舞で、総合223.80点を叩き出し、銅メダルを獲得。地元、ロシア国内ではカナダへ拠点を移したことで、裏切り者の夜勤を押され、今シーズン安定した成績を収めてきたトクタミシェワを、差し置いて、 代表に選出されたことで反発を招き、また、ロシア選手権で、後輩ジュニア勢に大敗したことからザギトとはとともに、二人は、終わったと批判され続けてきたが、世界選手権のメダルを取ったことで、私たちはまだ健在だ、と立証できたと思うと胸を張った。2020年9月に、エテリ・トトベリーゼのチームに復帰。しかし背中の古傷のため10月のロシア杯、11月の、 ロステレコム肺は欠場を余儀なくされ、さらに11月には新型コロナウイルス感染症の陽性反応が出たため自己隔離を行い、肺に深刻な障害が見られたことから入院。12月のロシア選手権も棄権することとなった。ありがとうございます。